皆さんこんにちは、ワナルベルビジです。では今回は、大戦略、鋼鉄の旋風日本軍ブレイブスをやっていきたいと思います。前回は南方作戦として、インドネシア、ジャワ、スマトラ島に上陸作戦を行って、ご覧の通り、大勝利を収めることができました。今回その続きになります。早速見ていきましょう。今回はニューギニアの戦いになりそうですね。前回のインドネシア、ジャワ、スマトラ島の侵攻作戦に続いて、ニューギニア、ポートモレスビーとツラギ、ここの攻略戦になるようです。ここには、アメリカ軍の米機動部隊が展開しているということなので、こちらもしっかり機動部隊投入していきたいという内容かと思います。勝利条件確認します。20ターン以内に敵の司令部の破壊、これが大勝利ですね。まあ、せっかくならやっぱりここも大勝利狙っていきたいところですよね。では、作戦の開始です。では、まずマップですね。こちらに日本軍の中央司令部があります。海軍としては、従順が、まあ、4隻ですね。で、マップの右上に移るとですね、ここに、昇格と随格。さらに、まあ、護衛として巡洋艦が2隻配置されています。一方のアメリカ軍側なんですけども、基地の中央司令部が2つ、マップの左下ですね、ここに1つと、このままマップを右側に移動していってもう1つと、まあ、そういうマップになっていますね。まあ、ここもしっかり2つのマップ、攻撃をしていきましょう。20ターン以内に撃破が必要というのもありますので、まあ、まずはですね、ここは航空隊を発艦していきましょう。近い方で言うと、やっぱりマップの左下の方が敵近そうなので、左下の方にですね、部隊を進撃させていきます。航空基地はそれなりに数ありそうなので、もう気にせずどんどん出していきます。最初に出すのはやっぱり戦闘機ですね。戦闘機から出していきましょう。ガダルカナル島沖、南東にて敵戦艦発見。空母も含むということなので、艦攻艦爆隊出していきます。で、こちらの機動部隊なんですけども、1枚で作っていた軽空母2隻も出撃させていきますので、これによって、部隊としてはですね、全部で、昇格随格の正規空母が2、軽空母が1、まあ2ですね。という編成になりましたね。敵の機動部隊発見という報告を受けて、これから出していくのは艦攻艦爆冷戦、この辺りの艦上タイプのものを優先的に発艦させていきます。はやぶさを先に出そうかなと思ってたんですけどね、ここは方針を変えます。この方針転換が基地と出るか京都出るかもちろんわからないんですけどね。さあ、敵の航空戦力出てきてますね。これをまず叩き落としたいところですよね。まあ、数が多いんですけども、まあ、漏れなく撃破しておきましょう。まあ、はやぶさの方が敵のハリケーンに比べると、まだ戦力優位な状況にはなると思いますので、ここも戦力的に優位な状況。これをうまく利用して、敵のハリケーン叩き落としていきます。ハリケーンを叩き落としつつですね、敵の機動部隊、これを早期に発見して、なるはやで敵の空母を優先的に撃沈していきたいところもあります。続いて敵の急降下爆撃機、ドントレスを発見してます。これは攻撃を受ける前、沈めたいですね。無事、落とせました。そしたら、空母部隊はさらに南下していきます。敵の機動部隊を発見したいところですよね。昇格随格に関しては、少し後ろに下げましょう。まあ、ここで昇格随格がやられてしまう貴重な正規空母。搭載量が多い、一度に燃料、補給ができるね、正規空母、失うわけにはいきませんからね。
続いてイギリス軍の空軍ですね。これを撃破して回ります。このままハヤブサだけになりますけども、どうだろう、イギリス軍の基地に空襲できるようであればしてみたいかな。うまく奇襲攻撃ができれば早々に、まあ、イギリス軍をね、脱落させるなんてこともできたりするかもしれないので、まあ、チャレンジしてみましょうか。空母をこっちに1隻2隻回してもいいかもしれないですね。さあ本丸、アメリカ軍の方ですけど、まだこの時点だと、まあ、敵の居場所わからないかなというところですね。まあ、しっかり前線で、補給取りながらエネルギーチャージしながら進んでいきましょう。従順を先行させます。アメリカ軍の機動部隊、未だこの海域にいるという情報はキャッチしつつも発見できていない状況ですね。発見できたらね、もちろん観光を早々に出していきたい、まあ、そういう局面ですけどね。未だにアメリカ軍の機動部隊発見できてませんね。どっかに潜んでいるとは思うんですけども、まあその所在が不明のまま、ああここに来てどうだろう、アメリカ軍の中央司令部に肉薄したという状況です。どうなんでしょうね、アメリカ軍の基地中央司令部なんか攻撃して終わりそうなんですよね。できればね、敵の機動部隊発見して叩いて経験値も訓練値も稼いでおきたい、まあそういう思いはあるんですけども、敵を発見するのにちょっと手こずってますね。まあそういう状況もありますので、偵察がてらにですね、冷戦を少し飛ばして全方位的に索敵を行っていきます。まあその中で発見できればですね、まあまずは手始めにというところで観光艦爆、この辺りをね出していければいいかなというふうに思っています。という話をしていたら早速敵の艦隊発見しましたね。ここにいます。これ沈めにかかりましょう。観光艦爆出していきます。魚雷を当てていきましょう。アメリカ軍の従順です。魚雷はさすがに火力出ますよね。その他で言うとやっぱり敵の空母、これもね沈めておきたいところですよね。ここに敵の空母発見しましたね。このまま行くと敵の空母の先制攻撃をどうだろう、受けてしまうのかな。まずは従順一隻撃沈してます。さらに艦爆隊も出していきましょう。敵の艦隊攻撃にはやっぱり艦攻の方が有効ではあるんですけども、それでもですね、出さないよりかは艦爆も出して急降下でダメージを取っていくっていうのが、まあ、有効ですよね。皆さんご存知のミッドウェー海戦なんかはね、まあ、これがうまくいかずにですね、逆にアメリカ軍に先制攻撃を受けてもしまうっていうね、まあそういうシチュエーションが生まれてしまったんですけども、まあ、ここではそのね、同じ過ちを繰り返さないように艦攻艦爆先に出撃させたというところです。冷戦隊で敵の、そうだな、アメリカ軍の中央司令部を攻撃しつつ、残っている戦力で敵の艦隊戦力、これと相対していきましょう。
ここにいるのは空母ヨークタウンですね。こちら空母ヨークタウンです。さあ敵も相当数の航空隊上げてきましたね。こちらも負けじと、魚雷を空母に当てていきたいので、先に狙うのをどこに狙うかですね。ヨークタウンを沈めましょう。ヨークタウン狙いかな。ただ今ちょっと夜になってしまってて、攻撃、航空攻撃が効かない状態だと思いますので、先に、そうだな、敵の航空戦力落としていきましょうか。アメリカ軍ですけども、ここでワイルドキャットが戦線に登場してますね。これで油断ならないという戦いになりそうです。本当に油断ならない戦い。まあ、ワイルドキャットは冷戦に対して、まあ、必ずしも劣勢の機体というわけではもちろんもうないので、ここからね、冷戦ハヤブサが無双した時代が終わるのかなという感じがちょっとしますね。じゃあそのワイルドキャットの性能を確認しておきましょう。こんな感じでーす。ワイルドキャット。ではまず対イギリス軍の差配からしていきましょう。もうすでにね、敵の大基地近くまで肉薄はしていますので、まあ、このまま敵基地に攻撃を仕掛けて終わりにしていきたいところではありますよね。続いて対アメリカ軍の艦隊です。ここにヨークタウンがいるな。ヨークタウンは守られてますよね、やっぱりね。まあ、ただその守られてるヨークタウンを集中的に攻撃していきます。なんとしても敵の空母、これを先に撃沈しておきたい。ヨークタウン撃沈です。その他に展開している、アメリカ軍の従順の部隊ですね、これも早めに仕留めましょう。順調に敵削っています。この後は航空隊による攻撃でとどめを刺していきます。傷ついているものは一度収容します。まあ、ワイルドキャット手強いですけどね。一機一機と確実に落としていきます。敵の基地攻撃はなので一旦中止している、まあそういうフェーズですね。まあ、ただ後続でやってくるですね、空母に艦載してある艦爆隊ですね、これをうまく出していけば、まあ、それもね、早めに、仕留められるかなと思いますので、まあ、早め早めに、部隊は出していっちゃいましょう。さあ、それでは改めて冷戦で敵の基地攻撃していきます。ここですね。敵の基地中央司令部。道作りましたので、ここに攻撃仕掛けていきましょう。艦爆隊を派遣します。艦攻は敵の艦隊の攻撃、冷戦は、まあ、臨機応変にという運用になると思うんですけども、まあ、場合によってはですね、艦爆隊の護衛に、あるいは敵航空戦力に対して攻撃を仕掛けるというところでね、臨機応変にやっていきます。まあ、そう考えるともうちょっと冷戦の数多めに出してもよかったのかなっていう反省点は、ちょっと今回の戦いであるかもしれませんね。まあ、とはいえここまで、まあ、失った航空機いくつかはありますけども、それでもかなり順調に来ているのかなという、まあ、そういうところですね。さあ、残っている敵の艦隊戦力ですね、これは従順による砲撃で仕留めていきたいと思います。
輸送船団、まあ、2隻とですね、歩兵ユニット3ユニットを今回使うために配置したんですけど、必要なかったかなっていう感じはしますね。まあ、その分を、まあ、できれば航空戦力に使うべきだったかなっていう反省点はちょっと今回新しくあったかなとは思います。軽空母ちょっとダメージを受けるものは失いたくないので少し後ろに下げます。敵の基地中央司令部はガラガラですね。ヨークタウンを遺跡沈めていて、さらに敵のね従順艦隊、これもかなりの数相当しているので、まあ、この先の戦いが有利になってくれるのかなという期待はあるんですけども、まあ、それ以上に味方の損害を出さないということもすごく重要なので、ダメージを受けた、まあ、特に空母に関しては後ろに少し下げます。さあ、イギリス軍の基地中央司令部に今攻撃を仕掛けていっています。まあ、2ターン3ターンと残りのね中でここを潰していきたいところですね。今ちょうど10ターン目になります。10ターン目でイギリス軍撃破完了です。ではイギリス軍向けに展開していた部隊はこの後転進してアメリカ軍基地方面に向かっていきましょう。さあ、ここにも空母いますね。レキシントンがいるな。この空母レキシントンは沈めましょう。炭鉱使います。魚雷攻撃で一気にレキシントンを撃沈します。空母2隻撃沈できたら大戦果と言えますよね。ここも炭鉱による魚雷攻撃、これで空母レキシントンを撃沈です。いやー、この戦果は嬉しいですね。残っている敵の従順ですね、これは艦砲射撃で撃破していきましょう。すごくいい流れできてますよね。では敵の基地中心部に攻撃仕掛けていきます。中央司令部残り2まで削りましたね。となれば残っている、そうだな、この辺りの敵の部隊にもどうせだったら攻撃を当てて経験値を稼ぎましょうか。とどめは冷戦で刺します。こんな感じですね。ではアメリカ軍の司令部に爆撃を行ってこのステージクリアとします。空母ヨークタウンレキシントン2隻撃沈してます。ポートモレスビーとつらい両基地占領してあります。さあ、ここからは、まあ、歴史にはないですね、ハワイ攻略作戦というのが次来そうですね。これは楽しみです。では今回はここまでにさせていただいて、次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。ヨークタウンとレキシントン撃沈してあります。